愛媛 CATV をご覧の皆さん、はじめまして。この度毛利輝元役を演じさせていただくことになりました、フルーツポシェットのテラタヌです。この公演は戸部町文化会館で行われます。日程が9月の17、18、19日の3日間です。劇団大森組、村上海賊記。強いんか。は？はじゃのうて、お主は強いんかと言うておるのじゃ。この作品の中で私は毛利輝元役を演じさせていただきます。この輝元ですが、最初が6歳から始まります。そして成長していって21歳、この6歳と21歳のギャップも楽しんでいただけるかなと思います。作品の中ではダンスや殺陣、そして皆さんのかっこいい演技、たくさん見どころが詰まっております。とっても素敵で、皆さんの結束力が詰まった作品になっております。劇団大森組旗揚げ公演、村上海賊記。コウツル丸殿、出番です。戸部町文化会館にて9月17、18、19、3日間公演があります。みんなとってもかっこいいので、絶対皆さん会いに来てください。待ってます。